江頭さん、はい、江藤さんね、ごめんね。こんな風にお金のベクトル、感情のベクトルだと思うんですけど、それこそがお金からお金を起きてますか。先生今質問してますよ。ほっとできるひとときをひろみボイス。リッツ、気をつけ、リン。はい、ではまずね、出血から取りますので、名前を呼ばれたら返事をするか手を挙げてください。はい、アガサさん、こっちか。はい、イオカさん、上杉さん、江頭さん、はい、あ、江藤さんね、ごめんね。江藤さん、はい、書いとこ。及川さん、はい、加納さん、木の上さん、はい、楠木さん、家城さん、小泉さん、はい、さくらさん、はい、清水さん、いたいた、はい、水主さん、はい、セイマさんは、はい、スイチさん、はい、大丈さん、ちゅうちさん、ちゅうちさん、筒岡さん、寺西さん、とやさん、はい、直江さん、西川さん、はい、ぬくいさん、はい、猫山さんはいる？今トイレ？取れてる、はい、取れちゃう。野方さん、灰原さん、はい、日向さん、日向さん、はい、福井さん、はい、へもとくんは、へもとさんは今日はねお休みだそうです。ほぬきさん、はい、ほぬきさん、まぶちさん、はい、みちくささん、はい、むとうさんはいるね。めたらしさん、はい、もののきさん、はい、やさおかさん、ゆとうさん、はい、早いね。よいちさん、はい、ラチさん、はい、リュウコウさんは、金、ルセさん、ルセさん、はい、レイスイさん、はい、六本木さんはいないね、お休みかな、はい、和瀬さん、はい、猫山さん来たかな？あ、来たね。オッケー。はい。まだちょっと、まだね、ちょっと寒い日が続きますけれども、皆さん体調はどうですか？大丈夫？元気ですか？はい。よかったです。そしたらね、今日は、こちらの本を使います。忘れちゃったって方いるか。
かな。すっごくね、大事な本だからちゃんと手元に用意してくださいね。はい、今日はね、お金 2.0 新しい経済のルールと生き方という副題ですけれども、これ起業家のね、佐藤勝明さんという方が書かれた、結構前の本なんですけど、非常に勉強になるので、今日はこの本を使ってこれからのお金とか経済はどんな風にね変わっていくのか、私たちはどのようにして生きていけばいいのかということを考えるね、きっかけにもなるような本を使って解説をしていきたいと思います。はい、でね、もうすでにちょっとトロトロしてる子がいますけれども、この授業は絶対に眠ってはいけない、絶対に寝てはいけない授業ですので、しっかりと集中をして聞いてください。万が一眠ってしまったという人は、こちらのね、授業を録画しておきますので、必ず途中から、寝たところから再生して試験にしっかりと備えてください。ちょっと今回ね、お話が難しくなるので、寝やすくなるかもしれないですけど、このね、佐藤さんも著書の中でおっしゃってる通り、お金というのは非常にね大切なものです。人間のね、悩みを大きく3つに分けるとね、何になると思いますか？何でしょう？あ、容姿とかもあるかもしれないね。まず一つが、一つ目が人間関係ね。人間関係で悩まれる方ね、非常に多いと思いますし、行き着くところの悩みの根源は人間関係だなんていう言葉もねあるくらいですけども、でもう一つがですね、もう一つが健康、ヘルスですね。リレーションシップとヘルスね。でもう三つ目が、三つ目がお金、筆者もね書かれてますけども、確かになと思われる方多いと思います。それ以外にもね、いろいろと悩みはあるかと思いますけども、大きくね、人間の悩みは3つに分類することができると言われています。で、今日はですね、こちらのですね、お金についての勉強です。お金というと、硬貨だったり紙幣だったり、いくらいくら円と、表記されるような、今もね、私たちが使っているような、物質ですね、目に見えて触れるもの、触れるようなお金をイメージする方もいるかもしれないけど、今やそのお金の概念も変わってきていますし、目に見えないものにたくさんの価値がつくようなね、そんな時代にもなっている。つまり私たちはこのお金の正体をよく分かっていないとですね、よく分からないことってね、怖いんですね。よく分からないことって怖いし、毛嫌いされがちなんです。日本はお金の教育を一切しませんね。はい、なぜか、皆さんもそれぞれね考えていただきたいんですが、先生はそういったところがとても不思議で、とても嫌だなと思っています。ですので今日はこの授業の中で、お金の存在とか経済の仕組みとか、そういったものを少し学ぶことによって、知る、お金や経済を知る、それは生きることと全くもって合致することです。生きる上で必要なものを知るという行為を持って、皆さんが少しでもですね、勇気を出せたりとか、将来のことを具体的に考えられたりとか、
か、あとはそうですね、迷った時にどこにどう相談したらいいかとかね、こういう時はどういう行動をとったらいいのかとかね、何も知らないと騙されることもたくさんありますからね、そういう生きる力をつけるという授業になります。なのでお金とか経済とかね、聞くとちょっと身構えちゃう人も多いと思うんですけど、これはすなわち生きることですし、選択肢が増えることでもあります。選択肢が増えるということはより生きやすくなるということにもなりますので、しっかりと勉強していきましょう。ではね、まずこちらを読んでいきますね。ちょっとね、音読が多いのでよく聞いていてくださいね。はい、ですね、初めにのところ理解しやすくなると思うので読みましょう。フィンテック、聞いたことありますか？フィンテック、ファイナンスと、テクノロジーをかけた言葉ですね。フィンテックやビットコイン、結構前からね出てるこの言葉とか、シェアリングエコノミー、自分で所有するのではなくてそのものをシェアするという考え方も広まってきましたね、など2017年に書かれた本ですけれども、2017年に入ってこういった単語を目にすることが増えたと思います。今私たちの目の前で起きていることの多くはお金や経済に関する大きな変化です。そしてこれは私が起業する前からずっと考えてきたテーマでもあります。インターネットが誕生した時も情報のあり方は劇的に変わりました。 Google の登場によってキーボードを叩けば世界中の情報にアクセスできるようになりました。その後の Facebook などの誕生によってネットで常に双方向でつながっているのが当たり前の状態になりました。この20年で情報のあり方、コミュニケーションのあり方が変わりました。そして今まさに経済のあり方、経済のあり方が変わろうとしています。お金や経済のあり方が変わり、それに連動して働き方もどんどん変わってきています。仮想通貨市場の時価総額はいつの間にか20兆円を超えましたし、日本の大企業もどんどん副業を解禁しています。 SNS 上で強い影響力を持つインフルエンサーの登場と、そこからの評価経済の議論など変化は加速しています。ただどのように変わっていくのか、どんな方向に変わっていくのか、それがわからないと不安に思う方も多いと思います。この21世紀に登場した新しい経済とはどんな経済なのかですね、その新しい経済の歩き方というのを、この本では紹介をしています。はい、でこの本ではですね、現在の経済とかお金の起源やそのメカニズムを紹介することで、それがテクノロジーによってどのように変化していっているのかというのをまず扱って、最後に資本主義の欠点を補った考え方として、価値を軸として回る社会、価値主義という枠組みを提案しています。とてもね、大きな壮大なね、テーマになるんですけれども、今日はその触りの部分ですのでね、そんなに身構えずに聞いてくださいね。はい、ということでですね、この、お金とか経済を知るということ、お金とかね、経済は何なのかというのをね、皆さん知っていただいて、その正体を理解してもらって、そして理解できるからこそ使いこなせるということで、目の前のお金の問題を解決する一助になったらいいなという本なんですね。そう、持ってない方ね、
一度ね手に取って必ず読んでくださいね。はい。でね、先ほどもね先生も引用させていただきましたけども、筆者はこのように語っています。多くの人の人生の悩みの種類は3つに分かれます。1、人間関係、2、健康、そして3、お金です。そう、でお金というね問題によって人生のこう道が狭められてしまったり、日常がねうまく回らない、すごく生きづらいという方をですね一人でも減らしたいという思いからこの本を書かれているんですね。とても素晴らしいですよね。そうやって考えるとすごくすって読める本だと思いませんか。はい。とてもね難しい内容なんですけれども、わかりやすい言葉でもね言ってくれているので、一緒にねやっていきたいと思います。皆さん起きてますか。大丈夫ですか。まだ始まって大丈夫ですか。まだ始まってないですからね本編ね。大丈夫、起きてね。はい。ではね第一章、まずお金の正体ね。ここここにね、3つのベクトルが未来の方向性を決めると書いてあります。ですね、この方は起業家ですので経営をメインにしていらっしゃるんですけども、経営を通して一番勉強になったことというのがですね、ここに書いてある通り世の中がどのように動いているのかという力学に関してだと言っているんです。そう、ここで読み取っていきたいのが、世の中を動かす3つのベクトル。ベクトルね、数学で皆さんね習ったと思う、向かう方向のことですよね。こっち行ったりあっち行ったり、こっち行ったりそっち行ったりといろいろありますけども、3つのベクトルが関係して世の中が動いてるんだと。この3つのベクトル一体何だと思いますか。ここに当てはまる言葉を、見ていきましょうね。わかる方いるかな？いるかな？はい。では見ていきましょうね。ね、結論から書いていますけれども、一つ、お金。二つ、感情。この3つだと書いてありますね。はい、答えを書いていきましょう。この3つの、大きくね3つのものが世の中のことを動かしているということが、書いてあります。では一つ一つ読んでいきましょう。現実はおおよそ3つの異なるベクトルが併存し相互に影響を及ぼしており、それらが未来の方向性を決めている。もちろん実際はもっと複雑で無数の要素があるのでしょうが、中でも影響力の強い3つに絞りました。お金、感情、テクノロジーですと。でまず1つ目のお金ね、これは括弧書いてある通り経済のこと。はい。
金はね、すなわち経済のことです。はい、3つの中で最も強力だと感じたのがお金、過去、経済です。アマゾンの奥地で自給自足をしている民族を除けば、地球上のほぼ全ての人は市場経済の影響力から逃れることができないためです。そうですよね、私たちも生活している中で市場経済から、抜け出す、あるいは市場経済に触れずに生活するということはね、不可能ですね。はい、現状では経済イコールお金と言ってもいいでしょうと。私たちは生活をするためにお金を稼ぎますし、人生の半分はそのために仕事をしています。お金は生きることと直結していますから、影響力は絶大です。かつ経済の構造は、弱肉強食が大前提で、より強く大きいものがより弱く小さいものから奪うという構造になっています。経済は戦争と言われますが、そのままで淘汰と食物連鎖を繰り返しているようです。不思議なことにお金の仕組みは学校などでは教わることはありません。大学や大学院で経済や経営について教わることはあっても、お金の本質そのものには触れられていないような気がします。どうでしょう、経済とか経営をね、ちょっと学んだ方もいらっしゃると思いますけれども、お金の本質について触れてるような気はしますか？どうですか？学問的な賢さが実社会での生活力に直結しないのは、バスケと野球のようにそれが別のルールで運営される競技であるから、競技だからであると納得できました。まあ、学問的に学んでできるものであったらね、誰でもお金持ちになってるでしょうし、みんな幸せにね、お金が十分にある状態だと思うけど、そんな単純なものじゃないということですよね。そして2つ目の感情、これ過去人間と書いてありますけども、感情もね、いろんなものがありますよね。月に影響力の強いのが感情、共感や嫉妬や憎悪や愛情などですね。ある思想が全人類の共感を得ることはないと思いますが、必ず一定の母集団を形成するのに役立ちます。その意味ではお金の影響力よりは若干劣りますが、とても強力な要素です。人間は誰かを羨んだり嫉妬したりする反面、他人に共感したり自分を犠牲にしても何かに献身したりする生き物だと思います。いくらお金の性質をつかんで経済的な成功を収めても、他人の感情を無視しては長続きはしません。社会から共感を得られないような事業は協力してくれる人もいなくなり、最終的には、自壊してしまいます。お金の影響力は確かに強いですが、人の感情を無視しては持続することはできないというのがポイントです。これはね、とてもイメージが湧くと思いますよね。例えば家庭内で考えていて、お父さんがお小遣いポイポイばらまいてね、くれるような人であっても、何にもうちのことしなかったりとか、悪口ばっかり言ってたりとか、そもそも家に帰ってこないとか、なんかね、人の感情を無視してお金だけ入れられても、一緒にいる人はハッピーかどうかと言われたら、決してそんなことはねないと思うんですよね。逆も困りますけどね。お金がなくて愛情たっぷりっていうのも長続きはしないですね。まあ、そんな感じで、3つ目のテクノロジー、最後はテクノロジーですが、これは重視する人が最も少ない要素ですとあります。はい、99.9% の人はテクノロジーのことを考えなくても生活ができますと。はい、確かに普段皆さんテクノロジーのことを考えたりしますか？知らず知らずのうちに触れてるとは思いますけれども、テクノロジーについてこう頭のねスペースをこうわざわざ開けるっていうことはね、あんまりないんじゃないかなと思います。
ただテクノロジーによって、大きな変化をねたくさん作ってきたと私たちはね。で、自然や人間は時代によってそれほど変わるものではないんだけれども、テクノロジーだけは目まぐるしく変わっていくも大事ですと。会社のね、会社のこう株価とかいろんなものを見ていても、やっぱり数年前まで流行っていたテクノロジーはもうすでに衰退しされていて、株価が下がっていたりとか、逆に今盛り上がっているテクノロジー人気の分野だとすごく高まっていたりとか、ここ 5、6 年の話でもかなりこうね上下があるなという印象がありますけれども、そんな風に本当に目まぐるしく変わっていく、まあ、ここで言うと問題児なんですね。そう。かつテクノロジーには一定の流れがあり、一つの発明が次の発明を連鎖的に引き起こしていくんですとあります。そう、例えばね、昨今の人工知能 AI ですね。 AI の進歩はネットに接続されたデバイスとデータが溢れたことが根底にある。 AI っていうのは蓄積されたデータを咀嚼する、それを取り入れることによって学習するので、取り入れるそもそものものがないと AI っていうのは何も意味をなさないんですよね。なので過去にこうできたテクノロジーから生まれたものが新しいテクノロジーを生み出しているということが容易にね想像できるかと思いますけれども、コンピューターは半導体や電気などの複数の技術革新の結晶のような存在ですと。で、最近はこのテクノロジーの影響力が徐々に強まっていると書いているんですね。はい。で、ここにね、図がありますけれども、こんな風にお金のベクトル、感情のベクトル、テクノロジーのベクトル、この3つがそれぞれベクトル向かっていって、このように未来を作っている、このように未来を作っているという感じなんですね。はい。で、はい。で、引っ張る力っていうのは実はお金が一番強くて、次に感情、最後がテクノロジーなんですけど、必ずその3つのベクトルが揃っていないと現実的にはうまく機能しないよということが、今日のここのポイントですね。はい。今もね、ちょっとだけ先生例をお伝えしましたけど、ここに書いてある例を読みますね。例えば他人の感情を無視して経済的な拡大を求めていって崩壊していく様を私たちはこれまで何度も見てきました。反対に多くの人が共感してくれるようなプロジェクトも、そこに関わる人たちの生活を支えられるだけの経済的価値を作り出せなければ長期的には人は離れていってしまいます。誰でもまず最低限の衣食住が必要なためですと。はい。で、同様にテクノロジーもですね、例の倫理を無視したものは実現可能ではあってもなかなか世に出ることはありませんし、まあ、支持されるとも言い難いですよね。また経済的社会的価値が見つからなかった研究の予算が削減されてしまうということもしょっちゅうあることですと書いてあります。で、次のね、タイトル、急激に変わるお金と経済のあり方、ここに行きたいと思うんですけれども、どうやって進めていこうかな。このね、お金、このタイトルちょっと見てほしい。お金 2.0 って、さっきちょっと先生流しちゃいましたけど、なんで 2.0 なのか分かりますかということがね、ちょっとここに書いてあります。はい。フィンテックって言葉ね、最初に出てきましたけど、皆さんも一度は聞いたことがあるんじゃないかなと思いますけど、フィンテックっていうのはファイナンスとテクノロジーを組み合わせた造語ですね。で、このフィンテックっていうのはね、実は 1.0 と今 2.0 と、時期が違った
した時にできたもの、言ってるフィンテック、指してるフィンテックが違うということがここの説明ですね。例えば、フィンテック 1.0 というのは、簡単に言えばすでに存在している金融の概念は崩さずに IT を使ってその業務を限界まで効率化するっていうようなタイプのもの、皆さんも使ってると思います。決済とか投資とか融資とか保険とか会計とか、そういう業務の効率化に特化をしているサービスっていうのはすでに出回っているし、理解がしやすいと思うんですね、はい、なんですけど、フィンテック 2.0、 これ書きましょうね。フィンテック 2.0 2.0 これはですね、 1.0 とは全くもって異なるものでして、近代に作られた金融の枠組み自体をですね無視して全くのゼロベースから再構築をするというタイプのもの。ピンときますか？大丈夫ですか？このねタイトルにもありますけど、お金 2.0 はここから来てる。つまり業務の効率とかそういう話ではないわけです。概念から変えていく、変わっていく、そのね触りをね今日は知っていただくという授業になります。2.0 のサービスというのは概念そのものを作り出そうとするものが多いので、既存の金融の知識が豊富な人ほど理解に苦しみますと。金融ちょっとかじったことがある人いますか？起きてますか？先生今質問してますよ。金融ちょっとかじったことがある人手挙げてください。ちらほらいるかな。そういった方はね余計にこうちょっと理解に苦しむことがあるかもしれないですけども、一言でねこれを説明するっていうのは非常に難しいんですね。通貨とか決済とか投資とか融資など、そういうすでにある枠組みには当てはめることができないので、説明は非常に難しい。でその典型がビットコインなんです。皆さんビットコイン覚えてますか？出た時これは何なんだ、この仕組みはどうなってるんだってね思われた方も多いと思いますし、自分には関係ないと思ってね気にも留めなかった方もいらっしゃるかもしれません。これね、これこそがフィンテック 2.0 の代表格なんですね。その典型がビットコインですとここにも書いてあります。仮想通貨と表現されていますが、実はですねこれは世間一般でいう通貨の定義には当てはまりません。まずドルや円のように国が発行するものではないんですね。また楽天のように管理者がいるわけでもないと、つまりリーダー的存在がいないわけなんですね。そう、何にもかかわらずですよ、仕組みとしては成り立ってしまっているというんだからもうびっくり仰天ですよね。これは通常の金融の知識だけではなくって、ゲーム理論だったりとか暗号理論とか P2P ネットワークというような学術的な話をかじっていないと完璧には理解はできない。なので理解しようとするのではなく、そういうビットコインに代表されるような次世代の経済の形が今来てるんだよということをね知っておいてほしいなと思います。で、このね時間で扱っていくのはこの 2.0 の方なんですけれども、 2.0 というのはあまりにも既存社会の常識とは異なりますので、今の経済のメインストリームにいる人たちにとっては会議とか不安とか、これ大丈夫なのかなとかねの対象になりやすいといった特徴もあります。
それこそが全くの新しいパラダイムであることの証でもあると書いてあります。うん。ちょっとね、じゃあ一体 2.0 ってフィンテック 2.0 って何なのってでね、思われた方もいらっしゃるかもしれないですけど、これをねちょっと順に少しずつ見ていきたいと思います。でそもそもね、お金とは何かっていうのをちょっと振り返りたいんですけど、昔は紙幣もなければ硬貨もなかった。ブツブツ交換とか貝殻とかそういったものをお金に見立ててですね、そこに信頼を生み出して、生活を私たちしてたんですね、昔っていうのがまあ始まりで、現在世界最古のお金っていうのは紀元前1600年くらい前からあったと言われていて、この時はね貝殻だったんですよね。そうで、なんでブツブツ交換だとダメかというと、例えばそのブツブツ交換のものが食べ物だったらすぐ腐っちゃうしね、じゃあどうしたらいいかみたいなことを考えた結果、紀元前1600年くらい前に、まあ、貝殻がお金の役割を果たしていったんだというようなことが書いてありますと。でそのお金がですね、そのお金が表舞台に出るようになったのが今から300年くらい前、結構最近だと思いましたね先生は。うん、18世紀くらいの頃からなんですね。そう、このあたりから社会の変化のスピードが劇的に上がっていきます。いくつかの革命が起きて、自由とか平等などの概念が広まりました。個人が自分の人生を自由に選択できるようにもなりました。同時に産業革命が起こり、農業から工業へと生活の中心が移っていきます。労働という価値を提供してお金という対価を得る労働者と、お金という資本を使って工場を所有する資本家に大きく分けられるようになるんですね。18世紀頃ですね。簡単に言うと、お金が台頭してきたことによって労働者と資本、お金が台頭してきたことによって労働者と資本家というね、大きくまあ身分と言われるようなものがはっきりと和をしてきたですね。はい。でその後に市民革命などによって貴族などの身分の影響力が薄れる一方で、工場を作るための原資であるお金というのが非常に、重要視されるようになって、労働者にとっても生活する手段としてお金の重要性が高まってきたと。資本家だけではなくって、一般の人たちにとってもお金がとても大事だということになってきます。このあたりでですね、身分からお金へパワーシフトが起こったんですね。もともとの身分よりもお金を今たくさん持っている人の方が強いといったような構造に変わっていくわけなんです。つまりこれを
これを資本主義と言います。そう、こういう流れで資本主義に、なっていきました。まあ、私たちは資本主義に生まれて資本主義に生きているので、なんだこれは当たり前のことなんだと思っていると思うし、資本主義がどういうことなのかというのは普段の自分の日常生活を振り返ればすぐにわかることだと思います。で、このね、ただ人と人とを結ぶ価値と価値をこう交換する上で都合の良かったお金というね、仲介屋さんであったお金が非常に価値を持つようになったというね、お金自体が一人歩きを始めた感じというふうにここに書いてあるんですけども、33ページの後半ね、ちょっと読みますと、最初はお金は価値を運ぶツールでしたと。ただお金が社会の中心になるにつれ、価値をどう提供するかを考えるよりも、お金からお金を生み出す方法を考えた方が効率的だというね、ことに気づく人が出てくるわけなんですね。で、人を雇用して製品を作って、市場で売ってお金に換えてまた何かを買うっていうのは非常に大変じゃないですか。人を雇うのもだし、工場を建てるのもお金がたくさんいれば時間もかかります。売れるような製品を作るのも時間もお金も労力もかかれば失敗することもたくさんありますよね。そんな効率の悪いことはやめにして、お金からお金を稼がせる方が楽じゃないかというふうに、ね、気づく人が出てくるんですね。で、現在のね、金融市場の大きさがそれを証明していると書いてありますけども、金融市場ね、ちょっと金融かじったことあるよって人がいましたので、市場の大きさをね、よくご存知かなと思うんですけど、それこそがお金からお金を生み出す、そういった効率の良さを追求した結果ですね、出てきたもので非常に大きくシェアを占めているというのがわかります。証券家などのスキームが生み出され、お金を金融商品として販売できるようになると、この流れはさらに加速していくんですね。証券の証券家まで来ると、もう実体経済の消費とは関係ないところでお金だけがぐるぐると一人歩きをし続けるようになります。価値を効率的にやり取りするための手段として生まれたのに、お金はね、もともとやがてそれ自体を増やすということが目的に変わっちゃったと、目的が点で変わってしまったっていうことがね、わかると思います。いわゆるこれを手段の目的化と言いますけれども、資本主義におけるお金の重要性を考えれば、まあ必然的な流れかなと思いますと書いてあります。資本主義社会ではお金がないと何もできません。日々食べるものも買えません。家賃を払うこともできません。また会社の中ではより多くのお金を稼げる人が、評価されて出世していくような仕組みになっています。このようにお金を稼ぐことが生活することと直結していって、それを増やすことに対して大きな報酬が用意されているので、全員がお金を増やすということだけに焦点を当てるようになるんですね。というのが、まあ、過去を振り返りながら、なぜ現在のようなお金の仕組み、資本主義になっていったのかというのを簡単に説明しました。まあ、ここまではね、理解できる方も多いと思うし、知ってるよって人も多いと思います。で、中央銀行の仕組みというところをね、ちょっと読んでいきましょう。日本銀行、中央銀行というのが日本にもありますね。上から見ると円というね、字になってる建物、そこでお金は発行されているんですけど、これはね、昔からそうだったのかというと、そんなことはないんですね。もとも、一番最初の中央銀行はイギリスと言われていて、イングランド銀行と言われています。イングランド銀行は1694年にフランスと戦争中だったイギリスが
戦争の費用を調達するために作った銀行と言われています。しかし当時は一部の政府関係者や貴族の発案で作られた民間の、大手銀行の一つに過ぎませんでした。なんですけれども、その銀行がですね、それぞれ預かり証書である銀行券というのを発行して、それをバラバラに流通させていたんですね。で、当時のイングランドは各銀行がそれぞれ預かり証書である銀行券というのを発行して、それをバラバラに流通させていました。その後1833年になって初めてイングランド銀行が発行する銀行券を法定通貨と定めて、1844年にピール銀行条例で国営化をされるんですね。ここで初めて、中央銀行というような存在になるわけなんです。で、それを見た当時のアメリカと日本がイギリスを真似して自分たちの国にも中央銀行を作ろうということで仕組みを取り入れていくんですね。で、それから様々な国に広まっていって、今のような体制が出来上がったと言われています。で、こうしてみるとですね、実は中央銀行という存在がもう昔からあるように見えるんだけれども、実はできてまだ100年ぐらいしか経ってないんですよね。そうなんです、歴史は浅いんですね。そうで、私たちの、にとっても人類史から見ると本当にごく最近の出来事でして、私たちの4世代くらい前の時代では当たり前に存在するものではなかったというのがね、わかると思います。で、そうやって考えると、これからの新しい経済がですね、これから100年くらいかけて今の仕組みをガラッと変える可能性は大いにあるわけで、私たちはその岐路に立っていると言っても過言ではないかもしれません。はい、次回の、授業ではもう少し踏み込んだところと、あとはですね、発展する経済システムの要素、これすごく面白いし家庭内とかでも使えると言われているので、そういったところを見ていきたいと思います。そろそろ終わりますけども、皆さん起きてますか？起きてますか？今日もね、いくつか大事なこと言ったので、テストに出ますからね。いいですか？大丈夫ですか？ちょっと寝てる子も多いですけども、一旦ね、ここで終了にしたいと思います。また次回続きをやりましょう。それでは姿勢を正して、礼。お疲れ様でした。おやすみなさい。